耐熱容器に豚ひき肉 100g、 豆板醤小さじ2、刺身味噌小さじ2、砂糖小さじ2、ごま油小さじ1入ります。はい、これぐらいになるまでよく混ぜ合わせます。はい、ふんわりラップをしまして電子レンジに入れます。はい、レンジで約1分半加熱しました。様子を見て生のようでしたらもう30秒ほどレンジにしてください。はい、レンジで約1分半加熱しました。ちょうど中に入って OK です。はい、こちらに納豆のタレとからしを入れます。はい、ネギも入れたいと思います。はい、納豆も加えます。はい、よくかき混ぜます。はい、肉味噌納豆の完成です。